俺の全盛期こんな気持ち悪いな。首太、そしてペロンパちゃんちっちゃ。苔生えてる。あのファイヤーフラワーを取る方法は、ファイヤーメイリオのままゴールデンでやってきたと思うんですけど、とりあえずこのファイヤーメイリオちゃんを取らなきゃいけないんだけどさ、氷ブロック何かしなきゃいけない。なんか概要欄にね、矢印がヒントって書いてあるから、なるほど、そういうことか。こいつでも壊したところでさ、何もできねえよな。かとして、ここの十字のブロックがあるから、スター取ったところでも何もできねえし、これなんかあれだっけ、箱とか置いてさ、それで壊しながら行けば、あー取れねえか。これなんとかな、なんとなくいける気がする。なんか、なんじゃこりゃ。え、嘘でしょ、他にファイヤーがあんのか。いや、違う。猫ちゃんか。確かさ、あれね、ブロックに囲まれたファイヤーってね、猫ちゃんでシャーすると取れるとか、なんか前にもそんな感じのコースやったことある気がするんだよな。多分、ここピンポイント来ました。完全にピンポイント。でも、猫ちゃんで、ここで、こういう感じ。こういう感じでシャーするとファイヤーが取れるとか、そういうか、上からあれか、飛びつきでいける無理か。あ、スターか。スター取ってシャア作戦。だからお前そこにいたんか。これで、シャアすれば。おらぁ完璧ということで、ありがとう、センキュー草人チャンネル。おっと危ない、ツルを掴んでゴールを目指せ、ツルを掴んでゴールを目指すコースでやってきたと思うんですけど、これ、あ、そういうことツルって。なんかツルで移動して感のコースかと思ったら、これさ、あれだわ。言語化できねえ。知能が足りんじゃんと思ってね。そうそうそう、音符ブロックをクルボちゃんが上から踏んでってくれるから、それなんとかツルが出てくるから、それを伝えながらゴールまで目指していた。急に音スクロール早くなったんですけど、待って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 。危ない。クリアイツ1番だからね、かなり難しい感じのコースだと思うんだけど。オッケー、ありがとう、クリボちゃん、ありがとう、グングングということで、早くせぶっ殺されちゃった。クリボちゃん、ぶっ殺されちゃった。オッケー、これでまだ前半戦だからね。クリアイツが 1.13% だったからな、かなり難しいコースだ。え、ちょっと待ってね。あ、普通にこれ、こういって、上、え無理やん。どういうこと、あ、壁キック。壁キックで上まで。オッケー、オッケー、オッケー、これでいけみたいな。じゃ、ちょっと、そこいるね。今のいる。オッケー、クリボちゃん、頼むぜ。うわー、溶けコンボいるじゃねえか。これでこう登りながらもう追求、あ、ちょっと待って、一回休もう。で、今回オートスクロールじゃないわけね。それだったらそんな難しくない気がする。ゆっくりと行きまして、あー、クリボー消えてるー。クリボーちゃんが消えちゃうから、やっぱりね、急いで行かなきゃいけないっぽいな。ここはちょっと無理だわ。コンボがどっか行ってから、オッケー。くるんくるんで、すぐに急ぐ。オッケーオッケーオッケー。あ、いやでもやっぱりオートスクロールのさっきの方が難しい気がすんの。これそんなに難しくねえな。オッケーオッケー。くんくん、ありがとう、クリボーちゃんで、ここは、え、お前かい。あぶねえ最後つった関係なくないで、ね、タイトルつたってやったけど最後つった全然関係なくないで、ね、オッケーオッケーオッケー。これは怖い感じじゃないよね。はい、ありがとう、センキュー草人チャンネル。ラブバブルキャストスピーダー、怖そうなのいるよ左側にめちゃくちゃ怖そうなのいるんですけど、ってことでこのバブルちゃんをよ、あー怖い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 、なんとか避けながら進んでいくみたいな、そういう感じのコースってことだね。っていうことで避けるじゃねえな、逃げていけばいいみたいな感じか。多分ずっと風なんかバブルちゃん全然いなくなっちゃったんですけどね。そっちから来んのびっくりした、急に右側が来るとか。ちょっと待ってね、これでもうセーブポイント余裕で一発クリアできそうな気がしない、しないです、ごめんなさい。調子に乗ったそばからじゃねえか、草味謙虚草味で行かせていただきたいと思います。あー怖い、やだストーン、いやだ、じゃあじゃあじゃあストーン草味で行かせていただき、どこに投げてんだボケ。ちょっとさ、マリオのコントロールが悪かっただけかね、今の俺のせいじゃなくないですかねって。何、どういうことどういうこと、どこでバニャイのよく開かなかった。ボヨヨンしてからの下、うん、あーあれだ、ヒップマネージャーだ。ボヨヨンしてからの下、オッケー、ヒップマネージャー、ギリギリすぎ、マジでえぐいぞここ、めちゃくちゃ難しいですけど、中間まだ後回、そして中間ってことはよ。いやでも時間そんな長いコースじゃないってことは、ここはワンツー、クル入れちゃった。ここはクル入れずにワンツースリーってことは、オッケーで、ここはワンツー、下でエンドアップで死んだかと思ったよ。はい、ありがとう、センキュー草人チャンネル。血液型別マリオメーカーということで、難易度も違います。全部クリアしてみてね。 A 型が真面目、 B 型意地悪、 O 型オーラか、 AB 型ワキャ、お前偏見がすごいということで、意地悪な B 型草人やっていきたいと思います。血液型で難易度が変わるコースでやっていきたいと思いますけど、ね、まずは A 型からやっていきたいと思います。草人は B 型だけど、とりあえず A 型からやっていきたいと思いますよ。はい、 A 型の皆さん、こんな感じのコースでございます。 A 型のみんなは結構簡単なコースってことかな。上のなんか B 型の方が若干難しそうな気がしねえか。 A 型はだいぶ楽、あ、でもそうでも
もねえから、ここはちょっとスピラン要素がありの、あ、でも、時間的余裕は結構ありそうな。え、だいぶ余裕じゃん。やっぱりそうだよな。A 型の皆さんはかなりか、B 型、上が B 型かな、わかんない。上が B 型だとしたら、B 型難しそうだぞ、かなり。うわ、めっちゃ楽な。A 型の皆さんは真面目だから、クソ楽にしますみたいな、そういう感じなのか、よくテーマがわからん。はい、ということで、B 型のコースやっていきたいと思います。クサージンの B 型のコースやっていきたいと思いますよ。はい、こちらが B 型のコース。B 型の皆さんは意地悪らしいからね、意地悪のコースは意地悪。だいぶ意地悪だねえか、バカタレが。ということで、ここで鍵をゲットしまって、俺が言ってんじゃないからな。俺もクサージンも B 型だし、しかもね、制作者がね、概要欄に B 型は意地悪って書いてたんだよ。だから何か文句あるんだったらね、制作者を恨んでください。皆さん、文句言ってください。よろしくお願いしますな。はい、こういう感じで、これで、あ、あぶねえ。あ、結構難しい。やっぱり A 型よりも全然難しかったよね、B 型の方が。ということで、ゴールありがとう、センキュー。はい、続いては O 型のコースやっていきたいと思います。確かね、O 型の皆さんはオーラかって概要欄に書いてあったかな。ということで、鍵やねえやけぼけということで、あ、オーラかって大雑把ってことでね、このコースめちゃくちゃ大雑把に作ってるから、なんか、ちゃんとコースとして成り立ってないよ、みたいなのが、なんか、ちょいちょいどの血液型もディスってんな、この制作者。制作者の血液型が気になる。でもね、オーラかの言い方が一番優しいから欲しかった。制作者大型かもしれません。ということでゴールありがとう、センキュー。はい、ということで最後は AB 型でございます。 AB 型の皆さんね、最後よく見ててくださいね。 AB 型はね、確かね、わけわかめって書いてあったかな、概要欄に。わけわか、え、結構ちゃんとしたコースじゃん。あ、わけわかめっぽい。これはわけわかめ。ここで恋はわけわけ。これも恋わけわかめ。敵を出さないあたりがわけわかめ。敵出てきた。怖い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 。今日コインかい。確かにこれわけわかめということでね。それぞれでね、A 型は A 型の人が作って、B 型は B 型の人が作って、O 型は O 型の人が作って、AB 型は AB 型の人が作ったみたいな感じのコースなのかな。ありがとうございました。クサージンチャンネル。アイテム禁止の館、耐久50秒ということで、入るとかで難易度が変わります。行っていきたいと思います。アイテム禁止の耐久高速でやっていきたいと思うということで、これがイージー、ノーマル、ハードってことだな。とりあえずイージーからやってって、最後にハードやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、こちらアイテム禁止の耐久50秒って書いてあるな。ここから50秒間ずっとここで、なんとか敵の攻撃を受けながら、あれ、でも、やっぱりイージーなだけでめちゃくちゃ楽勝で、これだけ嘘でしょ。え、めっちゃ楽なんですけど、これ。びっくり、え、イージー、むずむな。急に難しくなるじゃねえか。え、でも、あ、でも2段までか。いや、3段目来そうだな。なんか待ち構えてるよね、3段目。これでボムちゃんが壊れると多分、3段目が来て、もうちょっと邪魔が入ってくるみたいな、そういう感じ。プロペラー、あんまり邪魔じゃない。上まで来ないからそんなに邪魔じゃないです。ありがとうございます。うわ、でも、これでイージーか、ノーマルぐらいありそうだけどな。これハードクソ、ゲロクソむずそうな予感がしてならないんですけどね。オッケー、オッケー、オッケー。早くせ、そして早くせ、まだ50秒そろそろ経ったんじゃないのね。もう経ったでしょ。オッケー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 。はい、ありがとう。ということで、これでイージーモードクリア。ここからは、ここでずっと待ちます。うわー、これ全部一緒の動画か。真ん中がノーマル、右側ハードみたいな感じだよな。ということで、ここで待ちまして、上になんて書いてあるのがいて。サンクスありがとう。ということで、これで終わりかな。土管に入ったら、はい、ゴールありがとう。センキュー。はい、ということで、ノーマルモード次はやっていきたいと思いますよ。うわー、さっきでイージーであれだもんな。これがね、ノーマルのアイテム禁止50秒耐久コースやっていきたいと思います。オッケーオッケーオッケー。うわー、でも、うわ、難しそう。匂いがプンプンしておりますぜ。さっき俺なんか土管の数多くない？ちょっと待ってね。土管の数多いってとんでもねえほど土管、あ、跳ねてくるタイプのやつやめてくんないで、ね。横まで匂って跳ねてくるタイプのやつが一番嫌なんですけどね。あいつ一番嫌でも、これのルーティンじゃねえか。基本的には横まねだけ警戒してればさ、他のやつら。てか全然なんかアイテム出てこなくなるね。え、ちょっと待って、3段目全然出てない。油断させておいてのあれはねえよな。うわ、一番上開いたぞ。今度、どういう感じで来るんだ。オッケー。あー、無理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 。あの、上から来るやつ大ジャンプでなんとかなった。はい、よし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 。よし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 。もう一回。大ジャンプ、よし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 。よし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 。いや、まだか。まだかー。上から来るのが2回目。この3回目の時右に行くとまずかったから、これ、左側に。あ、はっ、ちょっと待って、無理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 、ちょっと待って、ほ、ほいじゃん、ほいじゃん、ちょ、早くして、早くして、早くして、これちょっと待ってて、これノーマルか、ハードモードえぐいことになるぞ、マジでよ。はい、ということでハードモード行ってきたと思います。怖いなー、めちゃくちゃ怖いんですけど、どういう感じだったらございます。あー、ちょっと待って、赤土管っていうのがまたね、赤土管ですぐいっぱいアイテム出てくる色だからね。あ、怖い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 。あ、でも
ここで横壁キック使ってきます。なんとかならんか。あ、どうしちゃったのか。あ、はい、もう煽るのやめまーす。横バネがマジでエグいぞ、あいつ。オッケーオッケーだ。危なかった、今の。あ、ここ。あ、ちょっと待ってね。安全地帯見つけた、マジで。くん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 。あ、気持ちいい気持ちいい気持ちいい。来てみなさい、君たち。あ、くんくん、キノコちゃん来ると思わすときだから、右行くんだよね。完全に来た。ここ完璧じゃねえか。なんだそれ、ちょ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 。なんだこれ。いや、無理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 、これは無理。人のなせる技じゃねえ。みんな、こっからだぜ、えぐいのは。さ、最後の土管が開くと、とんでもないことなんだよ、こっから。ちょっと待って、これさ、とりあえず、こう、左がもう終わりだよな。右側に行った方がいいんだけど、右側に行ったらちょっと、あ、ちょっと、はっ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 、こっちにいるのか。あ、合ってる、合ってる。はっ、はっ、はっ、ちょっと、無理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 。もうやめて、いじめないで。なんだかんだ生きてるよ。なんだかんだ生きてる。やばっは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 。いけた。奇跡すぎる。今のは奇跡すぎるだろう。わ、よかった。ありがとうございます。もう二度とやら、多分もう無理な気がする。今のは完全に奇跡でございます。ということで、ありがとう、センキュー。